昨日のザ・ミュージックデイ坂道選抜かと思ったら坂道センター選抜でした。どうもそうじゃないそうです。いや僕全然知らなくて、その過去にセンターをね経験したことがあるメンバーを集めてそれを選抜してみたいな感じだったみたいで、まあ、めちゃめちゃね良かったんですけど、ほんと知らなくて、僕予想動画とかがっつり出しちゃって、がっつり予想動画出しちゃって、めちゃめちゃ恥ずかしいなっていうのと、あと、勘違いした人もしいたら、それはね、ちょっとすいませんでしたっていう感じで、今回は、真夏の全国ツアー2021、東京以外のね、モバイル会員選考受付があって、で、モバイル2次がね、愛知と福岡に関してはあって、それ確かね、今日まで、今日の23時59分までだったんでね、まだやってない人は忘れずにっていう感じなんですけど、で、大阪と宮城に関してはモバイル2次はね、なくて、一般発売があるっていうのは分かってたと思うんですけど、なんと今回の大阪と宮城の一般発売は、事前申し込み抽選販売です。ありがとうございます。もう、本当に嬉しい。一般発売が、抽選だなんて。嬉しくない人いる？嬉しくない人はそうがいるな。一般発売のさ、コツとかしてる人とかは、もう、抽選だと逆にみたいな感じになるのか。まあ、ただ僕はもうね、一般発売だと、もう販売ページにすらたどり着けないレベルなんで、もう本当に抽選がね、嬉しいっていう感じなんですけれども、さっきも言った通り、今回の一般発売は、まず大阪公演、大阪城ホール7月14日と15日、それから宮城、積彩、イーハイム、スーパーアリーナ7月17日、18日、この2会場4日間の一般発売となってて、チケット料金はこれまでと変わらず、税込み9800円もめちゃめちゃ高い、めちゃめちゃ高いけど、それ以上の価値があるライブがしてくれるからむしろ安いんじゃないかと思い始めてきた今日この頃です。で、楽天チケットにて受付、受付期間は今日7月4日の12時から7月5日の23時59分までということで、まあ、めちゃめちゃ短い1日とちょっとみたいな感じなんで、申し込む人は忘れずに、まあ、忘れたとしても僕のねライバルがね当たる確率がちょっと上がるだけだから、まあ、全然忘れても、僕としては忘れてもね、むしろ忘れてくれもう。抽選結果の方は7月7日を予定してるということで、もうすぐよ、申し込んでもすぐ当たりか外れか落選か当選か、ご用意、チケットご用意できました、チケットご用意できませんでした、ごめんなさいで見れちゃうわけですから。だって7月7日って言ったら大阪公演の7月14日のもう7日前ではもうすぐなんよ。ただちょっと僕自身もガッってねなったんですけど、この今回の一般発売、クレジットカード決済のみとなっております。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ、クレジットカードを持ってない僕含め、クレジットカードを持ってない人どうしたらいいんですか。一般発売応募できないんですか。なんということでしょう。もう僕は本当にこれを見たとき、何かの間違いじゃないかで、ただね、公式サイトにも、受付チケットの、受付期間とか受付 URL の下にも、赤く、めちゃめちゃ赤く書いてあるのよ。クレジットカード決済のみって書いてあるんで、今回は、クレジットカードを持ってる人のみと。で、そもそもなんで今回一般発売が抽選になったかっていうと、その座席がグループディスタンス形式の会場っていうことで抽選になったみたいで、グループディスタンス形式っていうのは、連番、例えば連番で、こう2人でね、申し込んだとしたら、で、当たって、実際にライブ行きますと、そしたら席がこう、あると思うんですけど、連番だったら2人こう、隣同士、この2人の間は空席開かないっていう、感じで、連番の場合は2人、まあ、3人だとしてもね、3人はもう席は、隣同士になるっていう感じで、でも逆に1人だったら、その1人空席、両隣は空席、空席ってなるっていうことで、だから2空席、1空席、2みたいな感じの形式のことを言うらしいんですけど、まあ、今回の場合はそういう形式なので、抽選っていうことで、いや、本当にいいよね。まあ、もちろん当たり確率はめちゃめちゃ低いとは思うんですけど、その早い者勝ちよりかは、ね、確実に当たる可能性高いと思うし、なんといってもやっぱりこの抽選のね、もしかしたら当たるかもしれないというこのドキドキ、たまんなくない？まあ、なんで、真夏の全国ツアー2021の一般発売は、この大阪と宮城の会場以外の一般発売も、おそらく抽選になるんじゃないかなっていう。だって、多分グループディスタンス形式じゃないですか。同じく。わかんないですけど、他の会場の一般発売も抽選になることを、まあ、期待して、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、フォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。